ちょ、やめてください、やめてください、回さんといてください、プライベートほんまにやめてください、やめてください。ゴーク、おう、ゴーク出た。よろしくお願いします。今日は、アンティシム南千葉店の方に来ているんですけども、見てください、もう髪の毛がボサボサすぎて、もうどこで着ようかなって迷ってたら、あ、カリスマ美容師の方がいたと。じゃ早速今日僕の髪の毛を切っていただける美容師の方に登場していただきます。よろしくお願いします。ここの人です。よろしくお願いします。お願いします。カリスマ美容師の中島龍馬さんです。お願いします。ちょっと、はい、リフティングしよう。あ、いきなりリフティングっすか。一回やろう。リフティングっすか。じゃ見てみたいし、やりたいし、久々にサッカーやってたから。オッケーです、オッケーです。借りていい感じです。です。え、今ので指やられましたということで、今回は僕指やられたんでもう一人呼んでんのよ。あ、別の方がいらっしゃる、うん、呼んでいい。大丈夫です。もうワンカリスマ呼んでるから、お願いします。どうも、美容師の梅谷健人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は担当していただき、僕がもう、はい、切らさせていただきます。僕全部いかれてもらえ、今ゴークそれ、そんなもんな気になってねえけど、ゴークって一番意味不明やんな。どれぐらい、ちょっと待って、あんな、どうですか、どうですか、僕の髪1年半ぐらい切ってない。いや、俺が切っていく。あ、わかりました。大丈夫ですか。俺ちゃんと全部これで指示しながらやるから。あ、なるほどなるほど。龍馬くんの指示で弟子の梅谷さんが僕の髪の毛切ってくれる。俺別フロアで見てるから怖い。任して。男子格好落ちする。あ、でもさっきからするわ。俺カラーは突き指しても大丈夫。あ、なるほど。カラーさっきして、はい、そのあと俺がパシパシ。わかりました。稲妻みたい。よろしくお願いします。ありがとうございます。おお、え、え、ここに移動した。今移動しました。すげえ、ここワープ機能もあるのがアンキシム南千葉店。とりあえずじゃあ僕カラーさせていただきます。左右でしたけどカラーはできるんで。了解です、了解です。じゃあ僕行きます。どうぞどうぞどうぞ。今回はちょっとハイライトをね入れるようなカラーということなので、よく TikTok で見るハイライトキャップを使ってかっこよくしたいと思います。白がめっちゃ多いんですよ俺。大丈夫、全部いけるから任せた。ではちょっと準備の方を向かっていただきます。何色になるんですか。楽しみです。あ、でもなんか俺この前ショックやってんけど、めちゃんとあゆの一緒に出してもらった動画でさ、俺へのコメント見た。すごいから。どっちどっち。店員偉そう、顔の形変えたのかみたいな書いてた。ほんまでもなんかその YouTube とかも TikTok もそうけど、アンチが怖いねんな。俺ダメージ受けちゃうタイプですね。 TikTok 結構ヤバないですか。 TikTok 俺一回もアンチない。 TikTok はあってもずっとこの中だけカラーしていきますね。お願いします。お、来た。よっ、被るコンボーム。あ、おい、見えへん、前見えへん、これ合ってます。合ってるって。これな、ちょっとな、そう、見た目ほんまに悪いのよ。だってもう、ま、合ってるんすか、これ。合ってます。バイオハザードでそれで死なへんキャラ出てきてたじゃん。これは今何してるんですか。いや、あなたがハイライトしたいっていうから、その明るい部分を作ってるんじゃないの。あ、ピンセットで出すってことですね。ピンセットじゃありません、これ。何ですか、それ。これは、棒です。いや、ほんまは、それ、クリってめくって、前見えるんすんねんけど、はい、もうちょっと今日ええかなと思って。特別ですか今日。いや、だってもう今、夜中の2時ですよ。これ、髪の毛なんか抜けてないですか。抜けてるよ。抜けてるっすよね。うん、抜いてる。抜いてるんだ。おい、いっぱい出てる。おい、すげえ。トサキントみたいな。でも結構髪の毛バシバシじゃないですか、僕。まあでもこれは毛質的にしゃあないんじゃ。俺もこんな感じの毛質。リンスとかめちゃめちゃやってるんですけど。リンスね。あんなも一時的なもんやからね。毛質は変わらないですか。毛質変わらないっす。まあそう、トリートメントとかちゃんとしたやつとかシャンプー使ったら全然変わるけどね。結局もう日頃の行いやから。その日焼けとか、はい、そのあんまり良くないシャンプー使ってダメージするとか、そういうやつや。やっぱ火にずっと当たっとったら毛バシバシなっていくんですか。なっていくね。そのたこ焼きひっくるめにしてるみたいな。え、そうやって、やってることそうやから。ほんまにこの中でこのちっちゃいこれに引っ掛けて毛を引っ張ってんねんから。このちっちゃい穴に入れて毛を引っ掛けてこうやって引っ張ってんねんから、こうやってペロンって全然見えない。全然見えないです。ここが全部金色になる。あります。達也さんはここ緑にして、で他は染めたんですか。他染めてない。すべてを緑に染めた。ほんなら黒いところってブリーチしてないから色入れへん。おー、なるほど。で、僕が緑になるっていう。達也さん似合ってたけどね。ぜひもう一回刺してほしいなと思って。
緑。タツヤさん緑めっちゃ似合ってるんでずっとあれ緑いいと思います。たくさんいじり方やめてくれる。あ、でも2000人ほんま羨ましいわ。レオ君今何人でしょ。やっと200人よ。200さバカにしてるやん。いやバカにしてないですよ。でも200削ってくんなよ、200やぞ。まだ7本で200はいいっす。バカにしてる、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 バカにしてる。いやでもあれほんまに、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。切実。ほんまになんかめっちゃ思うのが、 YouTube 始める前って結構なんか1000とかいくんちゃうって思わないですか。いや僕は謙虚な施設におったんで、なんかその1000人の人が自分のことを見てくれるかなって考えた時に、あ、それって難しいなと思いましたね。やめました。だから今チャンネル登録してもらってる200人のほんまに感謝の気持ちしかないです。めちゃめちゃ取りに行ってる。全部ピーって言うとこ。やめろやめろやめろ。俺もマキンガ君の動画に3本出してもらってるからね、地味に出てるけど。俺ちょい役やし。家の住人みたいになってましたこの前。見た。うるさいうるさいって言って上上がってきて。でもあれ気づいてくれてた人おって、なんかありがたいなって。結局今日もお客様はリアルに梅ちゃんの動画見てきてくれたから。マジっすか。大学1年生の男の子が人生初めてのカラー足に牛来てくれる。緑ですか。いや緑って言ったら、あ、それはいいですって。一応聞いてんけど、緑はあ、それは大丈夫です。これトーク力バレるから、あの髪系って。そう、美容室系は、ね、そうやね。俺ほんま逆に聞きたいです。美容室の方ってめっちゃトークうまいじゃないですか。いや全然うまくないです。ここお客様の謙虚じゃない顔してますから。トークうまくないです。トークをうまくつなげるというか盛り上げるコツみたいなのないんですか。いや逆に、はい、そうするから無理なんじゃない、ね。あ、盛り上げようとして。俺がしてんのって、はい、お客様の気持ちを考えてお客様がどう思ってるかっていうのをやってるだけ。それは何ですか。これはこちらがお客様のために愛情をたっぷり注いだブリーチでございます。これでとりあえず色抜くってやつですか。そうですね。やっぱ市販のやつで染めすぎてるっていうのはあるんですかね。バシバシになるの。まあ市販のやつ染めてる。染めてました。こいつ市販やっぱやばいですか。よくないよね。まあ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 、そのダメージやったりとかムラっぽくなったりとかいろんなこうよくないことあんねんけど、まあなんかね、でもまあまあ正直今このご時世から家で染めるって言われたらね、なんか綺麗に染めてほしいなっていう思うねんけど、やっぱなかなか難しいと思うから、まあ、最悪でも綺麗に染められへんかった場合でもね、落ち着いてからうち来てもらったらまだ綺麗に染められる可能でございますので、ぜひご来店のお待ちしております。りょうくんね、トークはあんま得意じゃないん。全然得意じゃないです。めっちゃどちらかでもなんかさ、周りにめっちゃおもろい人おるやん。梅ちゃんとかさ、まきくんとかさ、ゆうじもそうやし、はい、その囲まれてるわけ、はい、まあ、達也さんは大人やん。りょうくんはどの立ち位置。僕どの立ち位置なんですかね。天然っていう立ち位置はないからね。天然じゃないっすよ。天然じゃないと天然じゃないって言うのよ。天然っていうのはどういうのが天然なんですか。そういう質問するところじゃん。一個話あります。天然の。はい、お願いします。あのしりとりしてたんですけど、はい、一発目の最初でマロンって言って負けました。あ、天才型なんや。しかもそうです。アシスタント、はいよ。昨日からちょっとあのバイトって言ったら、バイトじゃないですけど、はい、いらっしゃってます。ゴモダです。ゴモダ。漢字だけ書くんですか。ひらがなです。ひらがなでゴモダ。ダだけ太いです。シャワー。これ最初はみんなビビんね。めっちゃバシバシになるから気をつけてな。バシバシになるから気をつけてな。はい。終わり終わり。はい。終わり終わり。すごいこれ。はい、じゃあ、ね、今終わったんでシャンプー行きたいと思います。行きましょう。はい。どうやって出たいですか。はい。そんなすぐ触るか。流しに行きます。はい、お願いします。おお、すげえ砂みたい。お前は寝れるわ。いや、シャンプーしてる人めちゃくちゃ指短いです。見えてません。指お前何本あるの。5。これ別に手術見に来てるお母さんや。手握っといてもらっていいですか。祈ってるで。死ぬんか。あ、死んでた。もう死んでた。聞くよ。あ、生き返らした。めっちゃええ匂いやろ。でも炭酸シャンプーってあるよ。ああ、さっきの水蒸気は何なんですか。体をしやすくしてるみたいな。ああ、促進したみたいな体の反応。なんだろ、見返すって。いや、耳どうやってやってるんかなと思って。その知識いらんやろ。美容院になるかもしれないんで。美容院になるとないすんね。久しぶりに喋ったと思ったそれから。ちょっとシャンプー気持ちよかったです、マジで。シャンプーしてない。おい、ええー、ってもうマジ寝そう、ほんまに気持ちよすぎて。こんな間近で人がシャンプーしてるの見たことないわ。確かに。
なんか変な気持ちになる。だいぶ止まってる。行ってっていうところ使う。うわあ。ポップコーンの匂いする。鼻まぐってる。鼻置いてきたの。終わりました。終わりました。カラー完了ですか。カラカンです。カラカンで。ちょっとじゃあカット担当してもらいます。はい。よろしくお願いします。あ、すいません。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあの全然初めてで分かんないですけど。はい。すいません。よろしくお願いします。では、ちょっとやらさせていただきますね、はい、すみませんお願いしますね、まあ、力抜いて、はい、あ、うん、やつを切っていきますんで、はい、はい、お願いします。痛い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 、よし、あ、長いね。あ、よくやられる。これ自分結構長いね。わかります。前ちょっと切っていきますわ。はい、ちょっと前髪はマジで眉毛ぐらいにしてください。髪の声が聞こえないかな。教えた通りな、髪の声聞いた。それ切り方合ってます？それ横からいったらダメなんじゃないですか。こう横、縦なんじゃない、縦で同じとこ行ってますよ。これ意外といい仕上がりになっちゃうかもね。横でいったらダメですよ。縦で入れんとハサミ。いや、みんなこの串のここで切ってるから。まあ、そっちの地域も直ってますわ。お前、目に刺さりそうで怖い。まあいいね。これを乾かすと前髪が V 字になるで、大丈夫ですか。いや、すくか。大丈夫ですか。すく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 、はい、ここ、すいちゃん、あ、すいちゃん、はい、50% で、はい、ちょっと待って、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 合ってます。これ聞こえないかな。あ、神の声が聞こえないかな。これ何ミリですか。そ、2、うん、あ、結構いってません、結構いってません、これ結構いってません、めっちゃいってません、これ3じゃないですか。待って、え、シシシ、待って、なんでそんな顔できるんですか。え、待って、君が動くのよ。お客様を回すのよ。大会スタイル。日本ではあなたが動くの。はいはい、戻すよ。すいません、ごめんね、はい、ごめんね、ごめんね、はい、君がこう言ってはいけない。あなたがこう来るの。そう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 、すいません、そう、すいませんね。なんかこすって、張り上げがとりあえずできたから。あ、 OK です。はい、あ、いいじゃん、君結構いいの持ってるじゃん。後ろ短くしちゃいましょう。はい、お願いします。痛い。絞られてる。バリカンでいく。バリカンしか。あー、じゃあ切っちゃおう、これ。いや、いや、別にまあ割り勘でいいんだけど、ちょっと長さ変えて、割り勘の。あ、おい、待てよ。うわ、いいよ。待て、ほんまにやめて、ほんまにやめて。シシシ、聞こえないから。すごいことなってる、これ。あ、そう、そこいっちゃう、そこいっちゃう。しょ、アシスタントっすよね、見てたっすよ、練習してたっすよね。いいいい、最後名前だけ聞いていい。名前だけ聞いたら分かるわ。さっきのアシスタント確かゴモダ君やったと思うから、最後名前聞こう、確認しよう。マッシュになってきたね、マッシュ。まあ、逆にでもいいんじゃないですか、これだけない、なんで。どういうこと。ゴモダ、ゴモダ、おい、ゴモダ、もうやめ、ゴモダ、やめ、ゴモダ、ゴモダ、おい、ゴモダ、なんか後ろ畑みたいな、ゴモダ、おい、ゴモダ、ゴモダ、シッシッ、あ、すいません、ゴ、ゴモダ、ゴモダ、待って、ゴモダ、待ってよ、ゴモダ、ゴモダ、なんかほんまになんかえぐいことなってきてるような気がする。前はやめてください、もうほんまにやめてください。動いたら目刺さるから。ゴモダ、目、ゴモダ、前やめろ。ほんまにやめろ、ゴモダ。シシシ、すいません、聞こえないからね。動いたら赤、赤、赤、ゴモダ、赤、やったな、やったな、ゴモダ、やったな、ゴモダ、ゴモダ、ゴモダ、横から行ってんねん。ゴモダ、ゴモダ、ゴモダ、縦はいい、縦もいいわ。あ、待って、ゴモダ。もうカットはとりあえず終わったから。あ、終わりました。ついてくね。スクスク、はい、わかりました。合ってますか、これ。合ってますか。なんかもうあのすごい顔になってますけど。
僕今あの気づかれてないと思うけど口開いてるから。え、どうですか、ゴムラさん、これ。おいい感じ、いい感じ。おいい、いい。おいい。髪の毛切れても落ちてない。もうだいぶ切れてるからね。おお、なるほど。なるほど。なくならないですか、髪の毛。結構なくなってる。ですよね。多分それバーってやったら。ほんまにほんまにほんまに。取るから。ほらほら。降ってきた降ってきた。やばい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 。ゴモだ。ゴモだ。いけてる。ほんまにめっちゃなくなっちゃう。ゴモだ年寄です。ゴモだほんまに。やっぱゴモだやった。ゴモ彼。バシバシや。どうもこんにちは、ゴモだ年寄です。終わってこれ。ゴモだです。みたいになってるよ。ほんまやってる。完成です。これちょっともうさすがに恥ずかしい。ここないから恥ずかしいですよ。バリコレの道ここないから。手直しみたいな店長にお願いしていいですか、小村さん。実力不足です。実力不足、実力不足です。ゴモダ、ゴモダやらかしたんで。ゴモダ兄です。でも好き勝手めちゃめちゃ切った、はい、めちゃめちゃ切った。いや、はい、ほんまにすごかったよ。だからそこあかんてっていうのやめた。そこもいけるに変わった途中で。兄やな。これでもこっからでもいける。かっこよくしていただけると。はい、ゴモダになんかむちゃくちゃやられたんですけど、こっからカリスマ美容師の龍馬くんがこのクソダサい髪型からここないから。もうかっこよくしていただけるんで、ここ続きはあの龍馬くんのチャンネルの方でかっこよくしてるところ、ここないか概要欄に貼ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここないぜひ続き、ゴモダ黙れ。